子どもたちが食べ物の大切さを学びました。子どもたちに出されたのは肉や魚を使わない精進料理。野菜などの植物や海藻などにも動物と同じように命があり、すべての食べ物に感謝の気持ちを持ってもらおうと月に1回子ども園が提供しています。今日は年長さん23人が自分たちで考えたかぼちゃの天ぷらやゆかりご飯など6品の料理を初めて手作りし味わいました。ポテトサラダ、甘くても美味しかった。子ども園は子どもの頃から精進料理にもっと親しみを持ってほしいと話しています。